ウニクムの瓶、ウニクムは、ハンガリーで広く飲まれている、ハーブリキュールないシビターズで、食前酒及び食後酒として、楽しむのが普通である。ツバック社が40種以上のハーブを用いて、多く損で熟成させる、門外不出のレシピで作っている。元は、ハプスブルク家の寺院であったツバックヨーゼフが1790年に、皇帝ヨーゼフ二世のために作った健康酒であり、これを飲んだ。 ヨーゼフ2世が、ダスイスとアイにユニークムと表したことから、ウニクムと名付けられたという。第二次世界大戦後に、ハンガリーが共産化すると、ツバック家は、伝統のレシピが、共産主義政権には当たらないようツバックヤーノ氏と、ツバックペーテルの二人にレシピを託して、アメリカに亡命させ、ハンガリーでは残ったものが教えた偽のレシピで、製造されていた。 ツバック・ヤーノ氏はアメリカに移住する際に、ミラノに住む家族ぐるみの友人に、元のレシピによるウニクム製造を託していた。共産主義政権が崩壊すると、ツバック・ペーテルはハンガリーに帰国し、伝統のレシピによるウニクム製造を再開した。また、ツバック家は、工場の経営権とブランドそのものも買い戻すことができた。ウニクムは、ハンガリーの国民的飲料の一つと考えられており、 食前、食後に飲むほか、飲みすぎた時の締めの一杯にしたり、祝水の時に飲んだりもする。ウニクムの工場では見学ツアーも催されており、ウニクムとウニクムプラムの支援をすることができる。ありがとうございます。